今日オールスターゲームの監督推薦発表されました。カープから6人の選手が選ばれています。監督推薦で選ばれたのは大瀬良、床田、栗林の3投手、秋山、坂倉、小園の野手3人、合わせて6人です。中でも5年ぶり3回目の選出となる大瀬良はプロ11年目の今シーズン、史上90人目のノーヒットノーランを達成、リーグトップの防御率0点台をマークしています。普段接することのできない他球団の選手と、まあ、会話だったりコミュニケーションをたくさん取るいい機会でもありますし、何かしらで目立てたらいいなと思いますけど、はい、しっかり怪我しないように頑張りたいと思います。2年ぶり3回目の選出となる床田はチームトップの7勝を挙げています。対戦してみたいバッターは、このバッターと対戦してみたいってのはありますか？近藤さんですかね、はい、今年も交流戦で当たることもなかったので、やっぱりこうすごいバッターに自分の球がどれぐらい通用するのかなっていうのは、投げてみたいなと思います。お願いします。こちらも3回目の選出となる栗林、対戦したいバッターを問われると、日本ハムのタミヤ君、打たれたからです。まあ、フォーク打たれたんで次はフォークで抑えられたらなと思います。そして今シーズン高いアベレージを残す小園は2回目の選出となりました。まあ、本当にカープの代表だと思うので、本当に、代表として恥じないように、しっかりとプレーしていけたらなと思います。1回選ばれた時はヒット打てなかったので、はい、1本打てるように頑張りたいなと思います。 MVP っていう意識はどうですか？狙えるなら、はい、頑張りたいなと思います。はい、オールスターは今月の23日から2日間にわたって開催です。17日にファンが最後の1人を選ぶプラスワン投票が発表され、メンバーが揃います。